皆さんこんにちは、こんばんは、中村雄一です。今回はですね、もう画面に映っているようにセイントクロスマイス、これがですね、まあ困ったことがあって、家からですね大量に発掘されて、で世間はね、一応ねこのセイントクロスマイスって多分まだ一応ちょっとずつだけ新作が出てはいるの。でも基本的にはまあ次の EX っていうもうさらにクオリティアップした方に移行しててですね、あ、説明いらないと思うけど、一応これセイントセイヤっていうねアニメーション作品が当時ありまして、原作付きのジャンプで連載していたやつですね、そちらのこうフィギュアを現代技術過去2006年とか8年とかそのぐらいなんだけど、そのぐらいの技術で、まあ、やりましょうっていうやつでね、あ、2003年からスタートしますね。シリーズ第1弾は2003年からスタートしてるので、もう20年前の素体になってくるんだけども、でね、今これ映っているのがテレビアニメの初期のセイヤ、主人公ですね、セイヤが着ていたクロスのフィギュアなんだけど、こちらですね初期ブロンズクロスフィギュアなんだけども、出たのは第68弾ということで2010年6月に発売されたみたいですね。今日はねちょっとこの押し入れから出てきたですね、この辺をちょっと皆さんと一緒に見ていきながらですね、このフィギュアたちの今後どうしていけばいいかを一緒に考えてもらえたらと思います。はい、こちらはまあ、セイヤ初期クロスだけどシリーズ第68弾2010年6月に出たというやつで、まあこれがあってですよ。でちょっとこの辺は純不動でいきますね。もう目についたやつからいきます。はい、こちら、アンドロメダシュンシリーズ第70弾2010年8月ってことだね、初期ブロンズクロスなんで、これもまあ初期ブロンズクロスだけど後から出たやつというね、今回はねフィギュアもう開けてたらキリがないんで開封しません。開封せずですね、こうやっていじっていくだけになるんですけど、まあ中身的にはこうだね。はい、さあ続いてこちら、キグナス氷河、初期ブロンズクロスですね。こちらがシリーズ第72弾2010年10月発売ということです。ねまだまだあるからね、みんなね引かないでね。で、ここまで来るとやっぱ紫龍がね、紫龍が見たいね。紫龍あったはい、次はじゃあこちら、シリーズ第73弾2010年11月発売初期ブロンズクロスドラゴン紫龍と。はい、俺ね確かセイントクロスマイスって初めて買ったのこれじゃないかな、確かこいつを初めて買った気がするんだよな、たまたま見かけて、でそっから集めていったっていう歴史がある気がするんだけど、はい、続きましてね、やっぱりブロンズ5人は持ってましたよ。こちら、フェニックス1期初期ブロンズクロスシリーズ第77弾2011年6月発売ということでね、1期。さあこれで初期ブロンズが出揃ったわけだけども、ここでよ、続きましては何に行くかというと、はいはい、セイヤ最終ブロンズクロスだね。これ最終ブロンズクロス、ちょっと待って、リストを見ないと、あ、これの方が古いんだ。これ2005年3月シリーズ第13弾、セカンド素体をしようと書いてあるね。で、まあ最終ブロンズのシリーズね、もうサクサクいくね、これ大変だから。で次が、最終ブロンズクロスアンドロメダシュン、はい、続きまして、はい、最終ブロンズクロスギグナス氷河、そして、
最終ブロンズクロスフェニックス1機と。当時3990円で売ってたんだね。当時はね、まだね、あの通販で買うとかいう形がなくてね、まあ、世の中にはもちろんあるけど、俺はその手を取ってなくて、あの仕事帰りとかにね、ビッグカメラなんや行ってよく店頭買いを、ジャケ買いをしてたんだけどね、ということでね、俺は当時の俺は一応初期ブロンズクロスと最終ブロンズクロスの5人は全部揃えてたみたい、うん、でこっからなんですよ皆さんね。そうだな、まずどれ見せるか、まずじゃあこれ見せようか。はい、ペガサス聖夜ゴッドクロス、まあ、最後のやつだね、カムイみたいな。ゴッドクロスはまたカムイと違うのか、ゴッドクロスなんだけど、なぜか聖夜だけ買ってた、他のやつはないねなんで俺これだけ買ったんだろう。これはシリーズ第47弾、2008年6月発売だそうです。なんで俺これだけ買ったんだろうな、よくわかんないな。これだけなんか気になったんですかね。見て、あ、でもね、当時予約するとかね、そういう追ってるっていうよりはお店に行って売ってたら買うっていう感じだったから、まあ見かけたっていうのが正しいんだろうね。で、そうだね、じゃあ続きまして、これちょっとね、これすごいですよ。はい、お待たせしました。これわしゃがなでも紹介した気がするね、ジェミニ、サガ、ゴールドセイントだね。ジェミニのサガシリーズ第21弾、2005年12月発売ということだね。わしゃがなでね、中身の素材見せましたけど、これかっこいい。で、もうこっから考え行くよ。キャンサーデスマスク、カニだね。シリーズ第14弾、2005年4月発売。何を見せられてるんだっていう感じだと思うよ。はい、スコーピオンのミロ、これがシリーズ第16弾、2005年8月。サジタリアスアイオロス、これがシリーズ第9弾、早いね、2004年10月発売。アリエスのムー、シリーズ第15弾、2005年6月発売。アクエリアスのカミオですね。こちらが、もうちょっと早いのか。シリーズ第7弾、2004年6月発売。アルデバラン。タウラスのアルデバランですね。こいつは、シリーズ第18弾、2005年10月発売。パプリコーンのシュラ。シリーズ第10弾、2004年12月発売。バルゴのシャカ。これは、シリーズ第8弾、2004年8月。ライブラのドーコ。第12弾、2005年2月発売ですね。ピスケスのアフロディーテ。アフロディーテはシリーズ第22弾、2006年2月発売。レオのアイオリア。こちらがですね、シリーズ第6弾、ゴールドで最初に出たんだね。2004年4月発売。ということで、ゴールドは全員持ってんのかな？うん、全員ありました。全部揃えてましたね、これね。すごいね。よいしょ。場所が圧迫する。さあ、ここからですね。次、何を俺は買ってたか、見せていきますよ、皆さんね。びっくりするんですよ、ここからが。ポセイドン編のおなじみ。クラーケンのアイザック。結構人気だったよね。これもデータを見るね。クラーケンアイザックシリーズ第33弾、2006年12月発売ということで、ポセイドン軍団のね、一人目、クラケンアイザック持ってました。そして以上なんだね。なんでこのポセイドンのところはこいつだけ買ったんだろう。アイザックだけ買ってるわ、ジェネラル。全然意味わかんないね。じゃあ飽きたのかなって思っちゃうじゃない。そんなことなくてね、アイザックが今33弾でしょ。これアルファ製ドーベジークフリート、これアニメオリジナルのオーディンのアスガルド編ってやつだね。それの第30弾、2006年9月か。だからちょっと前か、アイザックの。これは買ってんだよ。あ、ちなみにあのアスガルド編も今のやつだけで、で次が
ここね、ラダマンティスシリーズ第11弾、2005年1月、あ、そんな早かったんだ。ガルーダアイアコス、こちらはシリーズ第26弾、2006年5月。こうなったら冥界三巨頭もう一人ミーノス、持ってないね。ミーノスはいません。なんか雑に集め始めてる。なのになぜかこちら、タナトス、これ持ってんだね。タナトスは、タナトスはシリーズ第44弾、2008年3月発売。これはなぜか持ってます。でもヒプノスないです。ハーデスもないです。で、ちょっと番外編的なのが、なんだこれ、なんか旬なんだけど、これなんだ、最終クロ、あ、これか、魂フューチャーズボリューム2で発売、2011年2月だね。なんでかこれ買ってます。で、続きまして、これはね、買った覚えがあるんだよね。これ同じだね、魂フューチャーズボリューム2の、キャンペーン限定品だった、あのサオリお嬢様がね、聖夜とセットになって出たっていう、2011年2月に魂フューチャーズボリューム2で発売、同じやつだね、発売されたやつみたいな。謎の一覧で買ってるんですけども、まあ冒頭で説明したように、これをねどうしようっていうのが今あって、部屋をね、いろいろとこう片付けたりなんだ、まあ、定期的にするんだけど、数年に1回とかやるんだけどさ、それで、まあ、今回こんだけ出てきたんだけど、なんで問題かっていうと、こちらですよ。まあおなじみの、セイントクロスマイス EX、 このさらにクオリティアップしてしまったこのシリーズを、まあいくつか持ってるわけだよ、なんなら。だからそうなってくると、まあ別にこの昔のやつ置いといてもいいけども、ちょっとね、倉庫の肥やしにも程があるから、どうするかっていう感じでね、ちょっとこれクロス、違うクロスだけど近しいデザイン、最終だと思う。ほら、これだけさ、フォルムが変わってるからさ、飾ったりするのもね、 EX 飾る方がやっぱかっこいいわ、かっこいいよね。これ EX でもね、もうね、多分結構古いのよ、このセイヤ。2012年だね、10年前でももうこのクオリティだから、さすがバンダイだよ。なのでこちらのセイヤたち、セイントクロスマイス通常版を、まあどうしようかなっていうのがね、ちょっと今の悩みで、今見せたようなぐらいの数があるんでね、そのまま置いとくにしても場所を食うし、何かいいアイデアがあったら募集したいですけども、多分皆さんね、寄付とかどうですかとか、どこそこに売ったらどうですかとかなると思うんだけど、まあそれはね、もう言われなくても、まあそういう手はあるってことは分かってるんだけどね、なかなか持って、これ現実的にね、うまく片す、もしくは処分する方法ないもんかなっていうのが、悩みどころだな。はい、そんな感じで、ちょっとね、時々不定期になりますが、わしゃがなとかでは紹介しきれないですね、僕が大量に持っている何か系をですね、この個人チャンネルの方でちょこちょこと紹介していこうと思いますので、もしよければ気に留めていただければ、時々こういうのが出てきて、まあ、お宝発掘ではないけど、みんなに見て一緒に楽しんで、目で見るだけだけどね、しかもこうやって開けられないからね。あ、ちなみにこういうのを開ける時も考えておきます。ライブ配信で部屋からやる時とか、ああいう時にね、ちょっと開ける回もやろうと思ってるんで、そちらも楽しみにしていただけたらと思っております。ということで皆さん、今回セイントクロスマイス、僕が持ってるやつの紹介になりましたけども、いかがでしたでしょうか。また楽しみにしておいてください。それでは皆さん、さよなら。